スナッチ福桃チャンネルへようこそ。今日は袋ももんがの買い方シリーズの第20弾をお届けします。これまでのシリーズは下記の概要欄のリンクからご覧いただけます。ちなみに僕の家では今動画に映っている袋ももんがの白と黒の2匹を飼育しています。さて、先日の縄張り行動の件が一段落したと思ったら、現在再び飼育の難関が訪れてしまいました。ここ最近の縄張り争いの様子から解決までの一連の動画については概要欄の第16弾、第17弾、第19弾の動画を順にご覧いただくと、最近の白と黒の様子がよくわかると思います。現在再び訪れた袋モモンガの飼育の難関とは何なのでしょうか。これには僕自身も初め困惑しました。実際にこれを見るのは初めてなので、知識で知っているのと現場を目撃するのは全然リアリティが違います。やっぱり我が子は可愛く思えてしまうので、病気なのかなと過剰に心配にもなりました。ただ小動物全般をストレスなく長生きさせるための僕自身の飼育のコツの一つでもあるんですけど、自分自身が過保護だなって思った時は一度深呼吸して冷静になることが大事だったりします。冷静に状況を分析して何が起きているのか、何が原因なのかを淡々と探ります。そしていつもと違った行動を袋モモンガが示すということは、袋モモンガが何かしらを周囲に訴えたいサインでもあるので、徹底的に彼らを観察し続けます。冷静に観察し続けるのは結構大事です。そうすることで少なくとも僕は彼らが何を訴えているのかが感覚でつかめてくるんです。それでは一体現在うちの袋モモンガに何が起こっているのか見ていきますね。実は黒が未だかつてないくらいの異常行動を見せているのです。僕の今までの動画では概要欄にある飼い方シリーズの第8弾の動画で、同じところをぐるぐる回るという袋モモンガの常動行動については詳しく解説しました。しかし今回はそれとは全然別の異常行動になります。黒が見せている今回の異常行動についてこれから具体的に説明します。黒は2024年8月現在で生後22ヶ月のオスの袋モモンガで、同じケージには生後27ヶ月のオスの袋モモンガ、白も一緒に暮らしています。しかし今回は黒だけが異常な行動を示しており、白にはそのような兆候は見られません。白は今まで異常行動を全く見せたことがないので、黒は白と比べると周りのちょっとした環境の変化などのストレスに敏感な子なのかなと思います。2024年8月7日の深夜過ぎ頃、黒の行動がいつもと明らかに違うことに僕は気づきました。動物の飼育に多少は慣れているとはいえ、初めて実際に目撃することには僕もやっぱりびっくりしますし、ものすごく心配になります。黒の動きが非常に機敏になり、何に対してもビビるようになりました。僕の手を近づけると、普段は近づいてくるのに今は尋常じゃないビビり方をします。声を呼びかけながらそっと手を近づけようとしても、何かしらの恐怖に取り憑かれたように逃げるんです。そして尻尾を蛇のようにくねくねと動かすのです。それでは今から実際の様子の動画をご覧ください。袋モモンガは夜行性で暗がりの撮影になるため、映像が見づらい場合はご了承ください。今ご覧になっていただいているスマホやパソコンの明るさの設定を最大限明るくしていただけると見やすくはなると思います。黒の様子を見ていてほしいのですが、動き方が不自然な様子が伝わりますか？普段袋モモンガを見ていないと何が不自然な動きなのかと言われてもよくわからないですよね。少しでも雰囲気が伝われば良いのですが、今の黒は本当に何かに怯えているかのような感じなのです。尻尾を蛇のようにくねくね動かす様子が一番わかりやすいかもしれないので、そこの部分だけを今からピックアップして何度か流しますね。袋モモンガがこのような感じで尻尾をくねくねさせることはとても珍しいんです。
普段は尻尾をだらんとさせていたり、バランスを保つために棒などに捕まるときは尻尾をそれと平行にピンと伸ばしたり、リラックスしているときは尻尾を丸めたりします。そのためこのような感じで意志を持って尻尾だけをくねくね動かすのは珍しいんです。僕はこれを初めて実際に見たんですが、本当に蛇みたいな動きをします。いきなりこのような様子を見たら、飼い主さんだったらびっくりしちゃいますよね。僕もこんなに意志を持ってくねくね動く尻尾の動きを実際に見るのは初めてでした。引き続き様子を観察していても、ケージの中をビクビクしながら動いています。ポーチに戻ってもなかなか寝ず、ずっとポーチから顔を出して警戒しています。果たして現在のクロに何が起きているのでしょうか。先日の縄張り行動における白への威嚇攻撃に続き、現在は黒は白には危害は加えないものの、黒自身に何が起きているのでしょうか。今の現状で考えられるのは発情期の影響かなと僕は考えています。実はフクロモモンガの発情期には独特の鳴き声を出したり、先ほどの尻尾を蛇のようにくねくねと動かすという行動が見られると言われています。これだけで発情期の影響かどうか確信を持てませんが、普段からクロを観察している感じだとその可能性は高いと思います。ちなみにフクロモモンガの発情期は生後約6ヶ月から8ヶ月頃から始まると一般的に言われています。これは性成熟が始まる時期であり、発情期の兆候が見られるようになります。フクロモモンガの発情期にはオスとメスそれぞれで異なる行動が見られます。オスの場合、動きが活発になり、尻尾を頻繁に動かすことが多くなります。また特有の匂いを放つことがあり、マーキング行動が増えることも特徴です。さらに他のモモンガやモノに対して攻撃的になることがあります。一方メスの場合は鳴くことが多くなり、尻尾を動かすことが見られます。高い場所に登りたがり、普段より神経質になる傾向があります。発情期のフクロモモンガはホルモンの影響で非常に神経質になりやすいです。この時期の行動変化は人間でいう思春期に似ており、急に情緒不安定になることがあります。動きが活発になったり、不意におとなしくなったりすることが多々あるようです。それでは発情期のフクロモモンガにどのように対処すればよいのでしょうか。これについては来週土曜日の動画でクロの異常行動に対する対策について僕なりの方法を詳しく紹介します。この方法で現在クロは落ち着いているみたいで、異常な行動も今のところはしなくなりました。また再発するかもしれませんが、引き続き経過観察を含め次回の動画でお伝えしますね。クロの行動を観察し、その原因を探りながら最善の対策を講じていきたいと思います。ただもし異常行動が長く続く場合や悪化する場合は、早急に獣医さんに相談することをお勧めします。その場合は単純に発情期以外の要因が考えられるので、フクロモモンガの専門的な診断と治療が必要になることがあります。ここで視聴者の皆さんにもお願いがあります。もし同じような経験をされた方や、フクロモモンガの発情期や異常行動に関する情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄でシェアしてください。皆さんの経験や知識が他の飼い主さんにとって大きな助けとなります。最後に、フクロモモンガの飼育は試行錯誤の連続です。情報が限られている中で飼育者として正しい判断を下すことは難しいかもしれませんが、愛情を持って接し、フクロモモンガにとって最適な環境を整えることが大切です。そのためにも最初にお伝えした通り、日々の観察は大事になります。観察することで異変にすぐに気づき、彼らの訴えを感じ取ることができるようになります。この動画が少しでも役に立ったと思われましたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。